はい、どうもルルシでございます。本日はですね、皆さんご存知の、カメラアプリスノーでちょっと遊んでいきたいと思います。はい、皆さんご存知の通り、あの可愛いねスタンプとかがあって、それを選んで顔をね認識すると、それに合わせてね可愛い、スタンプ、そしてすごい目が大きくなったりして盛れるというアプリなんですけども、そちらでね、ちょっと顔っぽいものをどれだけ認識してくれるのかなっていうのをちょっと実験していきたいと思います。まあね、例えばこのねマナティさん、まあちゃんと一応目とね鼻と口があるんですけども、こういうのをね どこまで認識してくれるのかっていうねのをちょっと実験してみたいと思います。はい、で試しに今自分の顔でやってるんですけども、見てください、この現実と、この夢の世界の差を現実はこっちですよ、こっちが夢の世界ですよ、こんにちはこれで、こういう風にねちょっとすごくあのキュートな感じになるので、ちょっとマナティを認識してみましょうか。最初ねやってみましょう。はい、今ねマナティの顔をねやったんですけど、やっぱ認識しないですね。やっぱ人の顔じゃないと認識しないのかな。じゃあ次にゃんこ先生行ってみようか。にゃんこ先生、はい、にゃんこ先生の顔を認識してみよう。行くかな。あ、行かない。あ、行かないですね。ダメ、お人形ってダメなのかな。じゃあね、じゃあねこのメタモンロコン、メタモンロコンで行ってみましょう。あ、しない、しないや本当に人の顔じゃないとダメなのかな。じゃあこのねリスナーの方からいただいたクマさん行ってみましょう。あ、行かない、ダメだ、お人形全般無理っぽい。ちょっと待って、じゃあはい、これをねあの見越して、多分人形認識しないかなと思ったので、ちょっとね新しくあの試みなんですけど、お札お札は人の顔じゃないですか。これは認識するのかなってちょっとやってみましょう。え、どう思います？認識すると思います？はい、認識すると思う人。はい、しないと思う人。私はすると思うんですよ。まあ一応ね、人の顔だし、すると思うんで、ちょっとやってみます。いきます。まず、1万円さんで、ゆきちさんで行ってみたいと思います。いきます。みんな見て！え、めっちゃ漏れてる！ゆきちが漏れてるよ！ゆきちが漏れて、ちょっと違うのもやってみよう。なんか面白いのないかな。めっちゃ面白い。めっちゃ面白い。超面白いんだけど。やばい。これめっちゃ遊べる。やばい。超面白いんだけど。次これいってみようか。これはもう何が何だか分かんないね。ちょっとかわいい。あ、かわいいね。ゆきちはね、ちょっとゆきちさんは口開けられないからね。ねずみさん。ウケる。認識してるよ。あ、見て見て。ゆきちが大間さんになっとるよ。みんな。みんな。プルプルしてる。すごいプルプルしてる。ああ、ゆきちさん風邪ひいちゃったのかな。よし、次千円札いってみましょうか。めっちゃ面白い。はい、では次にこちらの野口秀夫さんで、はい、すいません、いってみたいと思います。お、やっぱり認識する。大間さんは、あ、大間さんも認識するよ、ちゃんと。これやばいね。すごい。あ、なんか誰が似てる、これ。なんか誰かに似てない、これ。面白い、めっちゃ面白い。すごい。あ、目玉焼きでございます。はい。目玉焼き。なんか漏れるのないかな。すごい。ちゃんと全部認識してるや。かわいいし。あられちゃんっぽいやつあった。え、これさ、なんか、
別に大丈夫だよね、なんかお札でそのやっちゃいけませんとかないですよね。ないですよね。いやー面白いわ。ドゥーンって感じ、こうドゥーンって感じ、ドゥーンって。これは面白い。いやー皆さん、あのお札は認識します、スノーで、ということが判明しました。はい、というわけで本日はスノーでちょっと遊んでみました。お札はちゃんと顔として認識するっていうのが分かりましたね。皆さんも興味あったらちょっと遊んでみてはいかがでしょうか。まあお金で遊んではいけないっていうのは分かるんですけども、まあね、スノーで写真でこう写すだけなんで、そんなにあの悪いことではないと思うので、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。もし悪いことだったらすいません。ちょっとすいません、なんかその辺ちょっとよく分かんないので、ちょっとスノーでお札写しちゃったんですけども、まあ大丈夫かとは思います。はい、ではね、本日も最後までご視聴ありがとうございます。では次の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ。最後まで動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。私の Twitter、LINE の公式アカウント、 LINE ライブのお友達登録もぜひよろしくお願いいたします。動画の概要欄に URL がございますので、ぜひご覧ください。YouTube のチャンネル登録もお待ちしております。では、次の動画でお会いしましょう。またねー。